トルビル・シュルメールは、フランス、ノルマンディ地域圏、カルバドス圏のコミューン。トルビルは、県東部に位置し、トゥーケ川の河口の欧岸にあり、ドービルと向かい合っている。ウジェーヌ・ブーダンが、トゥーケ川の選択場、クロード・モネが、スール・レ・プランチェスでトルービル1220年から1223年の間に、ラテン語化の最終的な形として地名は、トルービラと記されていた。 アルベルドーザとシャルルロスタンはおそらく、ジャン・ゴートリーの説を引用し、ノルマンディに存在するトルビルの地名はすべて農村に、由来するコナルド語のソウルフレに由来するとしている。一方で、フランソワ・ボール・ペールは、タールドという人名は、アングロスカンジナビア人に好まれた名称だとしている。ソウルフレというよりむしろソウルフレ、サールフレは、北欧神話のカミトールの要素を含む、 そしてウルファーは狼を意味し、ノルマンディーにおいては負の語尾で終わる生として見られる。トルビルの歴史は中世に遡る。漁港のある小さな町だった。かつての小さな漁村はビルドフランスからの観光客に特に好まれる観光地へと変わった。19世紀初めに海水浴がブームとなり、鉄道路線が拡張され、画家たちの小さなグループが訪れた。 コローは、オルセイ美術館に所蔵されているトルービル・ベッド・デ・ペッシュ、エコズ・ダンデュチャノルを描いている。作家アルフォンスカーもその名声に貢献した。アレクサンドル・デュマ・ペールは、トルビルに一時滞在している。現在は美しい砂浜で知られる、人気のある観光地である。また、漁業もわずかながら行われている。参照元イコールサイトカシニー。ありがとうございます。